日はペーちゃんからお知らせがあります。お知らせ、お知らせです。っていうかお願いでございます。お願いですか、はい、最近ねペーちゃん結構少年野球チームに伺わせていただいてるんですけども、募集を募りたいなと思います。そのチームこの夏だけキャンペーンでね、あれちゃんその説明お願いします。はい、動画に出演いただいたチームにフィールドホースの練習球を1ダースプレゼントします。おー、ボール、ボール、ボール。動画の内容は野球あるあるあるあと、チームのみんなのグローブ紹介、あとバット紹介、バット紹介、そちらをメインに行っております。あとね、他にもね、ブループンキャッチャーの旅とか、楽しみなインタビューとかね、あとね、チームのこの宣伝というかね、勉強してますとかね、そういうのもね、ぜひぜひ。で、あと子供たちの思い出としても、あ、そうだね、その思い出記念、いいね、のね、夏休みの思い出とかね、あ、いいね、 YouTube 出てみた、そうだね、子供たちなんで、そういうところはね、ちょっといろいろ配慮して映りたくないよってことだったり、あと親御さんがね、ちょっと動画に映したくないなっていうのもあると思うね。そういうところも配慮しながら進めていきたいし、で、あと子供たちもね、フルネームとか出さないと、あ、そうだね、そう、そういうのもちゃんと配慮してやっていこうと思ってますね、はい、まあ、ざっくりとね、今までの動画を見ていただければ、あ、そうだね、そうだかなと思うんでね、こんな感じで、そう、こんな感じでやってますっていうのをね、ぜひ見ていただけたらと思います、はい、基本自分たちは千葉県の市川市でね、活動してるんですけども、はい、まあこういうとね、ちょっといけないっていうのもあるんで、自分たちとしては、まあ、高速使って1時間ぐらいでね、伺える範囲のチームにちょっとどんどん行きたいなっていう感じではあるんですけども、で、あとは連絡方法か、あ、そうだ、そうだね、っていうの連絡方法もね、だいたい今4つぐらいあるんだけども、インスタの DM、 ツイッターの DM、 で、あとはメールアドレスに、まあ、メール送っていただいたり、で、最後にこの概要欄にね、応募フォームっていうのもあるんで、そっちに書いていただいてもいいのでね、はい、送っていただいたらぜひこちらから連絡開始させていただきたらと思っております。まあ本当にね、最近コメントとかでもね、来てくださいって言うんですね、そうだね、ありがたい、そうなんでね、まあ多分お子さんが書いてくれてるのかなっていうのはあるんです、ぜひね、まあ、チームの代表の方とか親御さん、ぜひぜひ連絡の方お待ちしておりますのでお願いします、というわけで今回はめいちゃんからのお知らせでした、はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。どしどし待ってます。待ってます。今回のお題は野球あるある外野編、イチロー選手のレーザービームで憧れる本日の MVP 賞はこちら、こちら見つからないでください。チャンネル登録はここから、おすすめの動画をこちらの見せバイバイ。